ハリソンバーグはアメリカ合衆国バージニア州中央部北シェナンドバレーに位置する独立市である。周りをロッキン、2010年国勢調査での人口は48,914人であり、2000年の44,468人から20.9%増加した。ハリソンバーグ市はロッキンガム軍の軍庁所在地であり、ハリソンバーグ大都市圏の中核である。 2011年時点での都市圏人口は126,562人と推計されている。アメリカ合衆国商務省経済分析局は統計上の目的でハリソンバーグ氏とロッキンガム軍を一つにしているが、アメリカ合衆国国政調査局はハリソンバーグ氏を一つの集計単位にしている。市内にはジェームズ・マディソン大学とイースタンメノナイト大学がある。ハリソンバーグは 初期開拓者、トマス・ハリソンにちなんで名付けられた、ハリソンバーグとなった地域が開拓される以前に、記録に残るイングランド人初期探検家は、バージニア植民地副総督、アレクサンダースポッツウッドが率いた、ゴールデンホース州のナイト遠征隊であり、エルクトンに到着し、その中のレンジャーたちは1716年に、現在のハリソンバーグを通過した可能性がある。当初は、 ロックタウンと呼ばれた。この街は、イングランド人初期開拓者の息子、トマス・ハリソンにちなんで名付けられた。1737年、ハリソンは、シェナンド・バレーに入植し、12000エーカーを超える土地の権利を投棄した。そこは、スポツウッド・トレイルとバレーを通る主要インディアン道の交差するところにあった。1779年、ハリソンは、 その所有地の中から2.5エーカーを群長者建設の公益のために寄付した。1780年ハリソンはさらに50エーカーを寄付した。これが現在ハリソンバーグ歴史的中心街と呼ばれているところである。1849年ハリソンバーグ市は市長、市政委員会方式の政府を採用した。 公式に独立しとして法人化されたのは1916年になってからだった。現在は市政委員会、市マネジャー方式をとっている。ハリソンバーグ氏は北緯38度26分58秒整形78度52分08秒、北緯38.44944度整形78.86889度、 38.44944-78.86889に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.6平方マイルであり、このうち陸地が17.6平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.25%である。週間高速道路64号線、ハリソンバーグ市の幹線道人口ピラミッド、 100万ベイドル以上がかけられた。市政委員会が観光客を市周辺の興味ある地域に導くための方向付け標識として通りの標識を設置するために50万ベイドルを拠出した。さらに50万ベイドルがメインストリートとコート広場に沿った街頭、側道、景観の高級化に使われた。ハリソンバーグ市公共教育学区には小学校5校、 中学校2校、高校1校があり、児童生徒数は約4400人である。私立のイースタンメノナイトスクールは、幼稚園生から12年生まで386人を教えている。リデ,ディーマークラシカルスクールは、幼稚園生から8年生まで約60人を教えている。ありがとうございます。